どうも、救急パラダイムの千尋です。ニヒパンです。シュンタです。なんか変な感じすん ね、動画じゃないっていう声だけだよ、ね、初めてということで、じゃあ初のラジオを、はい、まあ、多分この動画から見始めた人、まあいないかもしれないけど謎の前さ生放送でこのラジオの仕組みとかちょっと喋ったけど、うん、それ見てない人も多分いるから、ちょっと説明を最初にじゃあね、はい、しましょう。はい、はい、このラジオの仕組みというかコンセプト、まあ、コンセプトがまずなんかトークテーマを決めて話したりとか、うん、とかまあ企画をね、ツイッターの方でハッシュタグキューパラの部屋っていう風に募集して、うん、まあ、それについてどういう企画が来たけどどうかなみたいな、ちょっと企画会議みたいな軽くね、はい、したりとか、救急パラダイムの公式ツイッターで DM 開放したので、そこで、まあ、ラジオでしてほしいこととか質問とかそういうのを募集して、まあだから本当にラジオみたいな、お便り来てそれを答えたりとか、そんな感じだね。はい、でまあなんかその動画とかって結構さ、登録してる人を楽しませるのもそうだけど、まあ、登録してない人に届けるためにも頑張るじゃん、うん、登録者増やそうと思って、はい、だからこのラジオは逆に別にその新しく登録者を増やそうっていうのじゃなくて、ただ登録してくれてる人と距離をね縮めようっていう、そうですね、大作戦ですね。大作戦ですね。はい、まあだからあんま面白いとかじゃなくて、普通になんかこうグダグダした素の感じで喋ってね、みんなが聞けるよね。なんか流してながら勉強するのもいいし、うん、そう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 、勉強寝る前に、あ、寝る前とかね、寝るのもいいし、お風呂入りながらでもいいし、うん、枕元でエロいよ、ずっとやだ、何これ誰が誰が喋ってるか分かんのかな、多分分かるんじゃない。この声は千尋です。この声は羽鳥です。違うよお前、ややこしいややこしいよお前、一番低いのが羽鳥です。あ、すいません、そうそうそう、すいません、低く喋っちゃダメだから。おやめろ、わかんないじゃないか。どうもハドリです。どうじゃあ俺それより低く。どうもハドリです。やばいよ、ボディービルダーのラジオ。まあって感じで、はい、ちょっとさ、なんかおい、お菓子食べたいのよ。お菓子食べたい、なんかちょっと、ね、ラフにちょっと行きたいからさ、買ってきたやつをちょっと食べよう。ちゃんとあれ、こうやって商品紹介、見えねピント合わせにするんで。いいね、いいね、お菓子たくさん買ってきた。 ASMR ですね。そんな音鳴ってねえけどね今。開かない。うわ、ロース、これ生ハムいいな。ロースこれ何の、あ、これ箸とかついてなかった。いる箸、あ、いいよ、いく、白い絨毯で拭いちゃう。やめろよ、それ箸関係ねえし、おしぼりやん。え不思議ちゃんって言われてる。不思議チャンネル始まります。まあ今さっきもつい1時間ぐらい前に生放送を終えて初の生放送じゃん。そうだよ、言ったらどれぐらいさ人来るのかなとかさ、喋れんのかなとかめっちゃ不安だったわけじゃん。どうだった。なんか昔さ、イベントだから出てたじゃん、ステージの前とか、みんな名前で話すとかあったけどさ、それ以上に緊張した感じしたんだけど。そうだね、めっちゃ緊張した俺。実際会ってるわけでもないのに、うん、そう、なんかめちゃめちゃ緊張してる、ね、普通に配信とか今までしてたじゃん俺たちって、うんうん、それよりも全それかよりもっていうか全然緊張してなかったのに、ね、生放送エグかった。なんか、うん、ね、すごいよね、すごい、なんでこんなね、ね、なっちゃうんだ。何なんだろうね。でもなんか思った以上に人来たよね本当に、うん、いやめちゃめちゃ欲しかった。最高同時視聴数が400人、440で再生してくれた数が30分で2600人ぐらいだっけ、うん、2600300か、うん、すごいすごいよね、30分で2300人が見てくれてるってことなんだって言ったら、すげえな、うん、すごいね。ほんとに100人来るか来ないかかなと思ってた、うん、俺もリアル、うん、こんな来てもらえると思わなかったね。すごいね、ありがてえな、ありがたいね、ほんとに感謝ですね。感謝感謝です。感謝なんだっけ。何それ。感謝感謝です。あるよねそういう CM。生放送しかもさ編集がないじゃん。そうなんだよ。まあね。そう。ほぼない状態です。編集やっぱ YouTuber ってなんかさ言ったら編集ありきの面白さみたいなと言われるところあるからさ、喋れなかったなとか思ってたけどさ。そう、めっちゃ喋ってたよね。うん。ほぼなんかその静かにしてる時間っていうのはなかったよね。なかったね。ずっと喋ってたね。うん、やりた、優秀でした。うん、汚いこれ、何これ、カニ風味、どうやって食べるよこれ、カニカマだよねこれ。
プラスチックごとく派で。お前このビニールごとくじゃダメだよ。俺こうやって出すわ。俺歯でビニールごと一回噛んでズズって出してくる。俺もそのタイプでした。もう？そっち？全部いっちゃってるやん。部分部分出してる。さあ話しますか。はい。ヘイヘイ。はいはい。ヘイペイ。どんどんコマーシャルしてくる。勝手に CM 出てくる。勝手に広告、うん、これ聞いたらあれだから広告収益欲しい。これは広告あるのなしにしよう。広告はでも CM みたいな感じで普通にありでいいと思うけどね。うん、それじゃ CM 入ります。それで広告入れるの。すごいじゃん。リアルなんだけど。恥ずかしくない普通に。バグってさ普通に話始まったの。面白い。おいしょ、おいしょ。ポムちゃんが、あ、そう俺さポムちゃんもっとさ動画に出したいんだよね。そう俺さ今日撮ろうと思ったんだよね。今日の動画、うん、いいよ。なんかポムちゃんの動画撮るか。うん、ポムちゃんちょっと映したい。いいよ。かあ3人でおいでおいでとかやっても来るのかな。帰りの人に。あ、確かに。とか撮りたい。やってみたいね。普通にゆるいけどね、うん、ゆるふわ。あ、いや、ゆるふわチャンネル。絶対中学生。まあ見るとこ起き出すんでしょ。それは地雷。やめろ。MCM しょって。そう、それ予算にするか。やだ。てかまあさっきも生放送で話したけど、うん、毎日走行がやっと。そうだね。これのこれが9月2日に乗る放送なんだけど、はい、でその一昨日だね、言ったら、うん、一昨日生放送じゃないわ、毎日速攻終わったわけじゃん。はい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 。どうって言われても大変だったとかしかないだろうけど、うん、大変だった。本当にね、毎日投稿を舐めてたところはちょっとあった。あったね。うん、なんか前まで週3だったから1週間編集終わったら次の週まで、うん、ないんだ、ないっていう。なんかそのそうだよ、ちょっとしたなんかリラックスモードがある日が続いてたりとかしてたから、うん、よかったけど、毎日投稿はその隙がないっていうか。そうだね。そう、編集しようって投稿しました、そしたらすぐ次の動画。そう、次の動画編集マジで大変だったね。で思ったのが、もう3人の編集でこれじゃん、うん、この大変さじゃん、うん、ヒカキンさんどうなってんの。本当にすごい、ね、あいつとか言っちゃうんだけど、あの人影無心できるの。それなすごい。寝ながらやってるよ、ずっと。すごいよね。無遊病かなんかのかな、うん、やめよう、なんかディスってるみたいな感じで。すごい、本当に。いや、そんだけすごいってことなんだよ。うん、すごいね、確かにすごいね。うん、どの友達の YouTuber も一人やってる人がいて、うん、なんか毎日投稿やってたらしくて、去年とか、うん、大変だったらしい。毎日一人で撮って一人で編集してって。すごいな、うん、いく。でもなんか、うん、毎日投稿で思ったのが、その週3の時はちょっとネタには困ったりとかはあったけど、うんうんうん、毎日投稿ネタにめちゃめちゃ困るくない、うん、いや本当に。例えばなんか毎回なんか千尋俊太が持ってきてくれる。でどうするかって3人の時何も出てこないのね。そうだからすごいよね、大変だよね、毎日投稿ずっとしてる人とか。本当に俺かんバカになってるもん、なんかよくわかんない企画とか考え出すし。例えばおい出してくれ。大喜利だ、大喜利。これ大喜利、大喜利でいいけど、例えば、うん、例えばバカみたいな企画。それ一体どんな企画。それはですね、動画中にチンチン出してもバレないかって。おう、バレないんじゃね。あ、じゃあやるか。すごい名案だね。いや、ありがとう。すごいいいじゃん、企画力素晴らしい。すっごいいいじゃん。今日撮るか、それ。やんねえ。死んでもやんねえ。やってる人いたらどうすんだよ。何も言えなくなっちゃった。それはノーコメント。それはノーコメント。でもまあ集合になるわけじゃん、これから9月から。まあ昨日もだから動画1本上がってるわけだけど、うん、週5、まあ、週7に比べたら全然ね、うん、多少は楽だろうけど、多少ね、うん、計算したけど1人の担当、うん、短くても2日になって、だいたい3日間空く、うん、感覚だったよね。なるほどね。2日ないだけでそんな変わるんだね。そうだね。ね、3日間空くのか。
じゃあ毎日投稿より1日だけ間隔が空くってだけでしょ。まあまあ大変かもね。うん、いやでも1日あるって考えたらみたいな。まあ、ね、だしまあ言ったらラジオもほぼほぼ編集はなしだけど、まあ実質ね週4みたいな。次なんか年明けるときにまた重大発表って、毎日投稿始めますって早いのよな。重大発表しかしないから。毎日投稿してる人ってさ、うん、基本何人かでやってる人多いじゃん。そうだね、グループ系とかね。そう、何あとやってもらってる人がいるとか、うん、あ編集、俺たち撮影も残忍で残忍も残忍残忍残忍違う、編集は残忍じゃない。俺ら全然3人で撮影も3人だからすごいなと思った、うんうん、すごいなって思った。小学生みたいな作文コナミ感大変だったね。なんか喋ってて、俺今お菓子食べてんだよ。いやでも編集の技術っていうか速さを上げたからな、まあね、上がったスピード、うんうん、めちゃめちゃ確かに早い時5時間で終わったの。マジ、あとやり方も分かるようになってきた。うん、なんだろう、俺最近で言ったらね、山田孝之、あ、じゃあ山田孝之かな、その前なんだっけ、俺編集したの山田孝之、パピーターン、いや、ちゃう、全然前か、なんかちょっと見せて、なんだっけな、俺すっごい早く終わったんだよ、それも、まあ、それも4時間とか5時間ぐらいだけど、びっくりした。なんか割と時間かかりそうだなと思ってたのに結構早く終わった。おティンティン、おティンティンじゃない、あ、じゃあ山田孝之だわ。山田孝之がめちゃめちゃ早かった。え、でも俺その前に平成ジャンプの質問、あの山田くんの質問のやつ、うんうん、もうすぐあと5時間ぐらい。マジで、なんか早めに、なんだろう、ぎゅうぎゅうなの嫌じゃん、うん、だから前もってゆっくりやってれば、うんうん、なんだろう、そんな疲れないで済むじゃん。確かに、だからそれをやってたの、うん、5時間で終わる。すごいね。その携帯とかいじったりとか、普通に間にご飯食べたりとかしてたのに、グダグダしながら、グダグダしながら5時間。そう、やっぱ、ま、マジ、あの、で、こんな早く終わるっけと思って、うん、マジ、そう、でもなんか楽し、なんだろうね、俺これめっちゃよかった、ドッキリと勘違いしてるメンバーのやつ。あー、まあドッキリって割とさ、なんかテロップなかったりとかするじゃん、うん、仕掛けてる間とか、うん、あんまり、まあ、ドッキリ割と楽っちゃ楽よな。外撮影が一番結構大変かもね。そうだね、外でやることって結構時間したことなくね。え、いや、1回しか、1回ある、1回だけだ。違う、でもあれを毎日投稿中にやったらいかん。あれ毎日投稿中だっけ、うんうん、違う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 、あれ俺だよね、やった、うん、バカ大変だったからな、本当に絶対大変だよな合計3、4時間ぐらいの編集動画を10分ぐらいするわけじゃん。カットでまずバリクソ時間かかるし、うん、でもさ、なんかテロップもほぼ全部入れっぱなしだし、やったことない企画の知れてあるじゃん、ドッキリでもなく、うん、普通に家とかじゃなくてとか、映り方が違うとかのやつってさ、やり方わかんなくて一瞬パニックになるん。あ、それで言ったらあれじゃない、あのメイク動画じゃない、個人の。 あ、そう、うん、メイク動画とかあれマジなんかどうしたらいいのかわかんなかった、うん、メイク動画がどういうものかとか知らないからさ、見たことないじゃん、あんまりわかんないよね、最初めっちゃ止まったよね、あれ、うん、とか、あと最近だとあれスマブラとかのやつ、うん、もうわけわかんない、なんかどっちをこう、なんかここは出した方がいいなって分かってるけど、他にも出したいところとかあるじゃん。あ、分かる、そのスマブラの画面とプレイしてる俺らが遊んでる画面、そう、なんかもうパニックになる。2つ使うの大変やな、うん、俺 TikTok とオセロのやつやったけど大変だったきつ。俺だからちょっとそれで言ったら一番大変だったのがラブジェンガかもしれない。あれってカメラ4台あったの。あ、そっか、個人の顔の3台プラス全体像の1枚じゃん、うん、1個じゃん、4台のカメラを俺ずっと編集するわけ。やば、バーリー大変だったね、あれは。最初の方でしたら5本目とかでした、4本目5本目らへんの動画で、多分そうだね、そうだよね、すごいな、あれ大変だった、本当に。確かにすごいな、うん、その分面白かったね、本当すごい面白かったありがとう、面白いな、面白い照れてんのそれは素直に嬉しい。あれカットしない、あれカット、あ、これカットしたんだ、よかったって思ったのがあったのがさ、行っちゃうの、行っちゃうの、ないない、あれなんだっけ、俺のさロック画面を自分のあれにするやつ、あれカットしたっけ、俺カットしてた気がするんだけど、しなかったっけ、したかも。でもあの動画めっちゃシュンタ P 多かったよねシュンタダメージ結構でかかったじゃあでもさ、あのあここも P 入れてほしいんだけどさ、うん、あの俺がだからどうのこうのつやじゃん、うん、
あのところさ、めっちゃみんなに予想されてたから、ね、シュンタ絶対こうやって言ってるしみたいな。え、自体もあれ本当はの上にモザイクやってたの？どうだっけな、多分まんまモザイクだから若干分かった。多分なんか、多分ね、これ書かれててなんかの字じゃねみたいな。分かっちゃったら多分ね。面白かったな。マウスにくらいいるから、俺のだし別に。仲間だね。俺はで。え、そっか。いいね。まあだからラジオだからね、こういう下ネタとかもバンバン言ってるか。バンバンは言わないけど、まあ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 素の、本当に素のね、素こんな感じだもん。うん、でも週7からさ、毎日投稿から週、動画は週4になるわけじゃん。うん、まあ編集のクオリティはもうちょっと上がるだろうね。編集がこの1ヶ月で慣れてきて、その慣れてきた感じのまんま投稿頻度が、編集頻度が少なくなるわけじゃん。うん、もうちょっとクオリティをちょっと上げられるかなって。確かに。しかも最初の1週間とか2週間とか最初の月はむしろまだ週3でよかったかも。でそれだけ上手くなってるかとかちょっと見たかったってのは。ああ確かにね、うん、じゃあちょっと、ね、今日はね、はい、このラジオの名前を決めたいの。おお、いいね。ラジオなんかこれから使ってくんだよ、その名前。そうそうそう、毎週1本その名前の動画が上がるわけだから。なるほど。うん、キューキューとかキューパラとか入れたい。さっき生放送があっていいなと思ったのさ、キューパラジオみたいな。うん、ああ、いい、よかったね。よく考えたな、その人。すごいね。キューパラジオ。キューパラジオ。うん。キューパラジオ。しっくりくるかも。とか全くキューパラ入れなくてもいいけどね。逆に。うん、逆に。逆に。逆をついてくるの。逆をついて。何も入れない。市街地入れてくる。ラジオだけで。それはやばい。他のやつパクる。いいよ。オールナイト日本、オールナイト救急、オールナイト救急やばすぎだろ。全然オールナイトじゃないんだよ。20分ぐらいで終わって。全然かわいいね、ポモちゃんが。え、ポモちゃん出したいね、動画今日。出そうよ。いいよ。ポモちゃんは人間の餌でもちゃんと食べるのか。ダメな、やめろよ、そんなお前。虐待だからってバカを伝授するよ。だから部屋じゃねえや、ラジオの名前をさ、あ、そうか、どうしようかなっていう。まあこれも本当は募集にしたかったんだけどね。募集する、一回募集して次回決定するとかにする。今日決めちゃう。今日決めるった方がいいと思うんだよな、第一回だから。次からしゃあなし。うん、いいだろう。じゃあ決めよう、うん、候補はキューパラジオ、キューパラジオ、あとキューパラの部屋だっけ。あれはさ、キューパラの部屋はハッシュタグや、ハッシュタグか。キューパラジオ、あ、だめ、キューパラの部屋でもそのハッシュタグでただ企画応募するだけだから、まあいいっちゃいけない。もう確かに。キューパラの部屋かキューパラジオか。キューパラによる、キューパラのための。人民の人民による人民のための。キューパラの、ん？人民の人民による。キューパラのキューパラによるキューパラのためのとラジオ。何それ？うん、あの、リンカーン。リンカーン。リンカーンは誰でしょうか？外人。なあ！逆に日本人だったらびっくり。リンカンさんみたいな。かっこよそう。アメリカよ、アメリカ。アメリカなんだ。いや、アメリカの初代大統領。あ、そうなんだ。いや、じゃあどうしようか。まあ2択かな。うん、泣く。どっちがいい、正味どれがいい、まあ自分の中にしっくりきてる。俺でもちょっと、もうちょっとなんかひねりたいってのあるかな。ちょっと安直すぎない。キューパラジオもいいんだけど、いいんだけど、全然いいんだけど、なんかもうちょっとこう、今覚えやすい名前もね。そうだね、もうちょっとなんか個性があったら、個性、はい。急に広がらせてくんな。個性大事。うん、キューパラジオない、ない、じゃキューパラの皆さんいらっしゃい。ない、キューパラの皆さん俺らしかいない。確かに3人よ。ない。スプーンとスプーンはダメ。妹子さんの声すっごい好きなんだから俺。広告で毎回流れてくる。わかる？知らない。知らない。妹子さんって誰？皆さんよかったら最後まで。あ、ラジオのやつか。そう、ラジオの YouTube の広告のやつ。あれ、歯医者みたいな音楽流れてるやつでしょ。ちょっと小児科じゃない、どちらかというと。わかんな、歯医者でもあるで。あれ大好きなんでね。じゃあそんなことどうでもいいよ。すぐそれや、すぐそれ。ラジオの名前よ、だから今日はそれを決めて、とりあえずもうね。うん、ひねるの？いいかな。ひねる？なんか言ったらさ、俺らって埼玉出身でさ、ナックファイブわかるでし
え、知らないの、クワイブ。嘘でしょ、知らない、やばいよ、それ知らない、それはやばい。まだ、あ、クワイブって何、埼玉県民としてそれはやばい、やばいよ。何ナックファイブ、絶対聞いたことある。 79.5 イコールナックファイブやん、もうそれは、うん、79.5 ナックファイブ。あれだから、もう埼玉県に住んでない人からしても多分分かんないだろうから説明してください。説明しますね。ナックファイブっていうのはあのラジオなんか聞けるじゃん、あの周波数が 79.5 なの、うん、で、それで埼玉でその流れてるラジオのやつが NAC5 っていうやつ、その 79.5 の周波数流れてるやつが、うん、で、そのやつの番組が NAC5 っていうんだけど、昔から多分聞いたことあると思うんだよ、ラジオ聞くの NAC5 ってやつ。そう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 、知らん知らん、何それ。嘘、いや有名よ。俺親の実家帰る時とかさ、福島なんだけど、福島行くまでどこまで NAC5 流れるのかやったことあるからね。あ、家族と。マジでそんな知らないんだけど。マジで、ま、むしろなんでラジオ聞く、ラジオ聞く、聞かないけど知ってるよ、それは常識よ、うん、ええー、埼玉県民の、うん、マジで俺知らん、こんな非難されてる。こんなにこんなに言われる俺。マジか、今までで多分一番言われてる、うん、そんな俺総理大臣知ってるとかより前にナックファイブ知っててほしい、うん、そんな総理大臣わかるよ今の。フルネーム、フルネーム、安倍、安倍腎臓。な、惜しい、ちょっと惜しい。腎臓、急に臓器になっちゃった。でも結局臓器だからね。何が、結局臓器だよ。安倍心臓でしょ、心臓、あ、心臓か、そう、臓器。結局臓器だった。惜しい。臓器違いまさかの。じゃあ、合ってる、合ってる、合ってる。弟かな、消されるぞ。こういうの死ぬ。安倍心臓、腎臓兄弟。何それ。双子だよ、多分。絶対ずらで、なんだっけ。ラジオの、ラジオの名前よ。一生決まんねえ。何番脱線してんの。あの、キューパラジオで、うん、まあ、言ったらさ、どちらかというとよくある名前じゃん、うん、まあ、そうだよねってなる名前じゃん、うん、それにするか、どっちかよな、うん、そうそうそう、言って、言ったらどっちがいいんだろうね。まあでも今思いつかないもんね。そう、ちょっと考えてみる。一旦だからさ、ちょっとキューパラジオっていうのを仮確定で、仮確定で一回もしなんかちょっといいのがあるよって、なんかそのキューパラとかそういうのじゃなくて、ひねってみて、ちょっとひねったなんかこう名前を、確かに俺らにちゃんと関連付けてというか、うん、うんうん、なんかあったら、それこそだから DM で言ってくれ、言ってほしいな。はい、そういうのだから次のラジオとかでこういうのが来たけどどうですかみたいな、ね、やりたい、解明していこう、やります、って感じかな。はい、だからとりあえず今日のところは、まあその募集をちゃんとやってほしいな、企画とかをさ、うん、たくさん送ってほしい。ハッシュタグキューパラの部屋っていう風に、キューパラのが全部ひらがなで部屋っていうのを漢字で打ってもらって、ハッシュタグつけてこういう企画やってほしいですとかっていうのが、うん、もしたくさん来たら、そのね、こういうのあるけどどうですかとか話し合ったりとかもするので、あとツイッターのキューキューパラダイムの公式アカウントで DM 開放してるから、そこでまあラジオでやってほしいこと、質問とかね、やってほしいこと、あれこれさっき言ったっけ、あの例えば女の子を口説く時の一言みたいな、うん、まあそれ言って生放送か、そこで言った、あ、そうだっけ、それから例えばなんかその女の子を口説く時の一言をなんかちょっと3人お願いしますみたいな、うんうんうん、っていうお願いでもいいし、いいね、質問とか、3人の中で一番足がちっちゃいの誰ですかとか、うん、あ、俺だ、下ネタでもいいしね、うん、え、誰、俺 26.5、 俺 27.5、 え、ってか25、25? そう、 うわ、 25? やばくない、ニコニコだ。ニコニコルアンよ、やん、見えねえからこれ。やばくない、感じかな、ほら、はい、ちっちゃい。くそ、そ、くさいんだよ、それが。あ、死ぬ。それがめちゃくちゃくさい。いいんだよ、そんならいいんだよ、足くさいよ。やべんだから、もう。いいのよ。って感じだね。はい、じゃあ、まあ、また来週の月曜日に、じゃあお待ちしております、はい、お待ちしております、お待ちしておりますだね、はい、これを寝る前に、うん、そう、こういう感じのグダグダした素の感じでずっと喋り続けていくだけなんで、もう気軽に聞いてもらえればなと、準備中とかね、そう、うん、ね、ね、とかね、とかね、うん、とかね、とかとかね、お風呂とかね、とかトイレ中とかね、とか料理中とか、とか寝る前も当たり前だし、お散歩してる時もいい、あーとか、うん、
とかあと3つ言っていいよ。あと仕事中とか。仕事中だね。それは集中して。お掃除中とか。あーいいね。あと2個。あと2個か。あとそうだな、あと10秒でそれ言えなかったらもう打ち首ね。あ厳しい。当たり前や。学校行く時もそう。おそうね、電車なんかね。電車はいいよ。なんで電車はいいよ。チャリもダメ。チャリの方がダメだよ。チャリもダメだから学校行く時だよ。歩く時ね。歩く時とか、まあ、危険ですけど、車とかね、うん、乗る時にね乗ってほしい。乗ってほしい。俺ら動画に乗ってほしい。確かにな。じゃあ乗ってもらうか。乗ってもらいます。電波で移動してもらっても、はい、いい感じで。じゃあまた来週の月曜日に。はい。これどうやって締める？それではナックファイブ。ダメだ、ナックファイブダメ。じゃあまた来週の月曜日にお会いしましょう。そう、バイ。それではそう、バイ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 。